コールドスリープが登場する作品一覧は、作中にコールドスリープが登場する作品の一覧である。コールドスリープは、過去の登場人物を未来へ連れて行く手段や、生漢宇宙航行を支援する手段として、無数の作品で使用されている。登場人物たちは主要な目的が何であれ、時間が経過した別の世界に対処しなければならない。場合によっては、 登場人物は、コールドスリープ中に、社会から失われたスキルや能力を持っていると、描写され、新時代の英雄的な人物として機能することがある。コールドスリープは、和製英語であり、英語では、サスペンデッドアニメーションなどといった用語が使われる。サスペンデッドアニメーションは、文字通り動きを止めるといった意味であり、日本において、コールドスリープと呼ばれる手段以外のものも含む、 例として魔法による停止や対象の時空間を極度に遅延、または完全に停止する停滞フィールドなどがある。本項目ではそれらも抗議のコールドスリープとして扱っている。停止と復活のメカニズムは大きく異なる。初期の物語では長い睡眠を誘発する魔法を使用する傾向があった。現代の物語では科学的なコールドスリープやクライオニクスとして 描写しているが、科学的なメカニズムをすべて説明しているとは限らない。架空のコールドスリープ技術では、解凍後にすべての細胞が機能しており、復活するプロセスは非常に単純か、自然解凍で十分な場合もある。異なるパターンでは、偶発的な事故に伴う凍結を特徴としており、それらしい理屈で登場人物がどのように凍結を生き延びたかを説明している。 城の中が100年間にわたり止まっている眠れる森の美女の描写。1965年のロビンソンファミリーの写真コールドスリップのような現象や展開は世界中の神話や民話に存在する。中でも山で眠る王と呼ばれる物語の多くでしばしば発生する。これは過去の時代の王や英雄が山中など人里離れた場所で今も眠り続けている。 ことが信じられているという物語の類型である。王や英雄は何らかの偉大なものに対処するために戻ってくるまで眠り続けているというものである。例を挙げれば、アバロンで今も眠り続けているというアーサー王や、日本では高野三億の院の霊廟で今も禅定を続けている新言州の快速海などがある。童話、眠れる森の美女では王女は、 邪悪な魔法使いによる呪いで100年間眠り、王子のキスによって目を覚ます。シェイクスピアのいくつかの物語では、死と区別がつかないほどの仮死状態を誘引する、薬剤が登場する。アメリカの物語における正気の例として、ワシントン・アービングによる1819年の短編小説、リップ・バン・ウィンクルが挙げられる。物語の舞台は、アメリカ独立戦争の数年前。 キャッツキル山脈の森に迷い込んだイギリス人の主人公は森の中で不思議な男たちと出会い共に酒を飲み交わしてそのまま眠ってしまう主人公は20年間も眠り続け目覚めて現在の米国の街に戻るが友人たちは年老いて妻は亡くなっており故郷と国が完全に変わったことに気づくこの物語は眠り続けている間に社会が大きく 変貌していたという物語の典型である。同様の物語に日本の浦島太郎、中国のランカ、アイルランドのおシーンなどがある。19世紀にはいくつかの短編が書かれている。エドガー・ーラン・ポーの短編、ミイラとの論争、リディア・マリア・チャイルドの短編、ヒルダ・シルフ・バーリング、エファンタジー、エドワード・ベラミーの帰り見れば、ジャック・ロンドンの短編、 A ーサウザンドオデスズなどがある。20世紀には、ウラジーミル・マヤコフスキーのザ・ウェドバグ、HP ・ラブクラフトの霊気、エドガー・ライス・バローズの短編、ザリザレクション・オブ・ジンバー・ジョーなどが書かれた。ありがとうございます。